ミーソン聖域は、ベトナム中部クアンナム省にある古代チャンパ王国の聖なる遺跡。1999年、ユネスコの世界遺産に登録された。ミーソン聖域は、サンスクリットによる正式名称をシュリーシャーナバドレイシュバラといい、チャンパ王国の宗教の聖域であり、聖山マハパルバタを望むクアンナム省、ズイスエン県ンミーソン建国にある。ミーソンには、 レンガ作りのチャンパ島など7世紀から13世紀にかけての遺構が残っているが、ベトナム戦争当時の爆撃によってかなり破壊されている。遺跡の近くを大河トゥボン川が流れており、川の女神を祀る秋ボン夫人ホコラとサンスクリット碑文がある。トゥボン川の中流には王と茶系遺跡があり、河口には近世に日本人町が栄えた港町ホヤンがある。 チャンパ王国は、サンスクリットによる正式名称を、チャンパープラ、チャンパーながらといい、シュリークシェトラ、ドバーラバティ、カーンボージャ、シュリービジャヤなどと同じ東南アジアにおける中世、インド化国家である。チャンパ王国は、今日のベトナム中部宴会及び中部高原を支配した。その支配民族は不明であるが、遺跡からは、サンスクリット碑文と共に、 マレー系に属するコチャム語碑文が出土しており、チャンパ人は現在のチャム族の祖先であると考えられる。ミーソンの現在の住民はモンクメール系のベッド族であるが、本来はモンクメール系のカツ族の勢力範囲であったことから、カツ族の祖先もまたコチャム人と共にチャンパ王国の構成員であったと考えられる。建造物はグプタ様式や先安好力の影響が見られる。 建造物には、セメントや漆喰などの接着剤を使った形跡がなく、チャンパ人の当時の技術力の高さを物語っている。チャム族の伝承によれば、チャンパの彫刻工人、検討工人の多くは、徴用労働者として動員された、山岳民族である。周囲に住む、山岳民族、カトゥ族は、現在でも有名な木彫職人を輩出している。ミーソン世域は、 20世紀初頭にフランス人によって発見され、フランス極東学院のパルマンチェ、クレイラにより、数字にわたり修復、補強がなされた。その一方、フランス領インドシナ統治時代に洞窟を受け、美術品の多くが失われた。また、ベトナム戦争で、南ベトナム解放民族戦線アジト相当のため、アメリカ空軍 B-52 の爆撃を受け、 大半の遺跡が破壊された。ベトナム戦争後は、ポーランド文化財保護アトリエのカジミエシクビアトコフスキ、ベトナム文化情報省文化財修復講師のホアンダオキンラにより補強がなされ、石像の一部がダナン市のチャム彫刻博物館に移送された。日本のトヨタ財団、アメリカ合衆国のワールドモニュメントウォッチ財団による保護助成が行われ、現在は、 イタリア大河調査を行っている。また2005年3月には、日本の国際協力機構の技術協力により、ミーソン遺跡展示館が完成した。旅行会社のツアーで訪れるのが一般的。個人の場合は、ホイヤンより、新カフェやキムカフェなどの旅行会社が日帰りツアーを再行している。日本語ガイド付きのツアーは、TNK トラベルなどの旅行会社が再行。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。